こんにちは。疲労回復協会の岡村です。本日は、頭蓋骨矯正は小顔に効果があるのかっていうところを、熊谷会長にお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。結構一般的に、頭蓋骨矯正は、美容の世界で結構最近言われていると思うんですけど、コルギだったりとか、小顔になるっていうところで、本当に効果があるのかっていうところを皆さん知りたいとは思うんですけど、熊谷会長はどう思いますか？定義によりますけど、シュッとはしますね。シュッとはする。シュッとはする。パッとね、やっぱり施術した後に、むくみが取れたりとか、目の位置とかね、左右バランスが変わったりとかっていうのは、見た目上は結構出ますから、ね。だからそれを小顔として認知するのかっていうところは、ちょっと微妙なところで、僕らプロからすると、お客様が納得したりとか、喜んでくれればそれで OK なわけで、そういった上では、OK なのかなって感じしますね。効果として。そのくらいは変化出ますね。ただ、小顔っていうと、どっからどこまでが小顔なんだろうっていうところが、正直、僕は男だから分かんないのかもしれないです。女性でちょっとでもちっちゃくなったら嬉しいっていうのは、話にはね、聞くんですけど、それを戻ったらあんま意味ないと思うし、言い方悪いですけども、ちょっとなんか問題が起こって、むくみが出たりとか、顔が大きくなっちゃってるっていう状態の人が、調整を受けて、整ってね、ちっちゃくなったまま、何かしらの問題で大きくなってたから、それがちっちゃくなったっていうんだったら、それはすごくいいと思うんですけど、ほとんどの人はそういう状況にないんですよね。ほとんどむくんでるだけっていう。だから、痩せれば顔ちっちゃくなるし、当然ちゃんと寝てたりとか、その水分ケアができてれば顔もシュッとしてるし、その部分で体調が悪い時に施術をすることによって、顔をシュッとね、するとか、あと芸能人とかの人がテレビに出る前とか、そういったケアとしてはすごく効果はあると思うんですよ。ただ、なんでしょうね。常に、顔が大きくなってるっていうのを、本当にちっちゃくするとかっていう効果としては、ちょっと僕は疑問には思うところではありますね。よく頭蓋骨の23個の骨の縫合の隙間をぐっと圧縮して、ちっちゃくするみたいな説明をされてる方もいると思うんですけど、それについてはどう思われますか？解剖学的にですよ。ほとんど隙間ないんですよ。ほとんど隙間なくて、離れてたらダメな骨なんですね。離れてると、本当に本当に病気として認定されるようなことになってしまうので、しかもこの縫合っていうのは、こういうふうに、ね、噛み込んでるんですね。噛み込んでて、ギザギザな状態で噛み込んでるので、引っ張っても絶対動かないんですよ。ただ若干の隙間は確かにあって、骨だけこうやって標本とか持ってみても、これカタカタ動くくらい、持ったことある？本物の骨を何もない状態でね、筋膜とか骨膜とか全部取った状態で動かすとカタ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 というくらいの遊びの部分はあるんですよ。ただ、大きくなるっていうような状態で広がるかっていうと、この要素はないんですよ。動く要素はあるんだけど、こういうふうにね。でもこうやって広がる要素はないんですよ。で、じゃあなんで大きくなるのって言ったら、骨自体が膨らんでるんですよ。だからこういう風になった時に関節が広がるってことはほぼない。解剖学的に見た時には。ただ、生理学的に見ると、この骨自体がこう押されて、ちょっとね、中の空間がこうやって広がっていくような状態にはなるんですね。だから中って水分で覆われてるというか、中に水分が溜まってる状態なんですよね。その中に脳が収まってるので、脳ってね、実際浮いてる状態なんですよ。水の中に入ってるんで、浮く力が働くんで、実際 50g とかの重さくらいしかないんですね。本当はもっと何百 g ってあるんだけど、浮力が効いてるん で、実際そんなにね、重さっていうのは感じないくらいの臓器になってるっていうふうに言われているんで、その水の量がちょっと増えることによって、体積がぐっと増えていくんで、骨が膨らむ状態になってるんですよね。で、それはね、確かにあるんですよ。だから頭の大きさとかを測ったときに、よく手とかでね、やったりとかしますけど、こんくらい空いてたのがこんくらいになったりとか、
まあ、この指くっつくらいのと第一関節くらいまでいくとかっていうふうな、このくらいのね、サイズの変化っていうのは起こるんですけど、それって関節が動いてるかというと、それはちょっと違うかなっていう感じがしています。多少の関節自体はこの遊びがあるんで、その部分は一個一個の関節ってカタカタ言うくらいあるんで、おのおの23個の関節ってめちゃくちゃあるわけ。何十個ってあるわけだから、そこが本当にちょっとずつでも大きくなると結構でかくなるんですよ。で、それと合わせて骨自体の部分的にはこう膨らむ。骨ってね、意外と柔らかいんですよ。硬いように思うけど。でもしなりっていうのがあるので、木もね、硬いような感じしますけど、こう、グッと押すとこうしなってくるでしょ。はい。まあ、ああいうふうな感じで、骨もね、しなるんですね。で、その圧迫されると、それがこう膨らむっていうふうなしなり方をするので、まあ、それで頭が大きくなったりとか、そういう変化が起こるので。じゃあ実際それをこう圧縮して、隙間をなくすっていうことではないってことですね。僕はね、ないと思ってます。それは。考え方としては、ちょっと成立しないんじゃないかなっていうふうに思ってます。頭蓋骨自体はその変化は しないけど、周りのリンパとかそういったところでシュッとする、一時的にはシュッとするっていうところで、先ほど言われたみたいに、まあ、デートの前とか、うん、撮影の前とかにはいいかもしれないってことですね。そうですね。少なからずそういうふうに調整してあげることによって見た目が変わるのと、うん、あとはその滞留がね、滞ってたのが流れるので体調も良くなるっていうのも多少あると思うし、うん、まあ、悪いことはないと思いますね。悪いことにもなる可能性もあるんですけど、正しくやってるっていう前提で話せば問題ないかなっていう、いい方向性の反応が出やすいかなっていうのを思います、ね、ということで参考にしていただけたらと思います。このような施術に関することだったり整体に関することをより勉強したいという方は、セカンドチャンネルで技術研究室をやってますので、そちらを参考にしてください。整体を受けてみたいという方はABC 整体スタジオまでご連絡をいただけたらと思います。本日はありがとうございました。